みんな安心してください。バーチャル軽井沢に、はい、架空の世界で、ね、はい、おりましてですね、はい、あの料理をねちょっとしようと思ってたんですけど、ちょっとランケーブルがね10メートルのやつでもどうしても届かなくて、え、うんうん、これだけスペースで流れがさすいません、出てしまったちょっと何か漏らしてる手入れ、音聞こえてるかな、ちょろちょろちょっとなんかね、水が流れてんだよね。どこで音拾ってんだよね。ね。そうだ、ハッシュスペース、え、待って、あの、あれね、ハッシュタグが軽井沢別荘合宿だよね。はい、そうです。オッケー、じゃあそれ、団長のスマホ見ながら、ピーピーピー。うん。行きましょう。あれ、みんな聞こえてるって書いてる。あ、聞こえてる。みんなありがとう。やったー、自己紹介しましょうか。あ、やろ。年功序列。あ、じゃあ先輩から。お願いします。よろしくお願いします。あ、3年生がトラネイフレアです。よろしくお願いします。イエーイ、はい、皆さん楽しすぎて楽しすぎて、コンマースルーホルライブ3期生の白金のエルです。イエーイ、はーい、本性がいいんでーす。イエーイ、はい、コンカナとマネカナでーす。イエーイ、ということでね、今日はこの5名でね、やっていきたいと思います。バーチャル軽井沢にてね、うん、もうゆっくりしたよな、だいぶ。いや、もう逆にもっとゆっくりしたいという、ちなみにこれかなたん、あれ、うん、Wi-Fi とか繋いでない？なんかね、結構プツプツするかもって書いてる。あらあら、信じらんね、うん、あ、でも Wi-Fi ね、結構弱かったかも。強かったか、今ね、Wi-Fi じゃない、 4G。 あ、じゃあ、あれかな、どっちの方がいいんだろうね。Wi-Fi のがいいのかな、うん、Wi-Fi にしてみよう、ちょっと皆さん切り替えるときしてみよう、ちょっと切り替えるね。Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi、 切り替えてみたを、切り替えたよ、切り替えたよ、どうかな、どうでしょうか、よし、どうかな、どうかな。これでね、今日は何の料理を作るんですか。今日はなんと合宿といえば、が、え、牛丼すげーだろ。じゃあね、はい、だきりあやみさん、何を作るんですか。カレーです。イエーイ、なんで先輩に来るの。ちょっと中入ってこれないかなっていう空気感もね。あ、そう、ありがとうございます。3期生で高いですからね。あ、そうなんですよね、今回ね、そう、半分占めてます。半分くらいじゃなくて半分以上、こういう感じが、はい、カレー作るということで、はい、じゃあ作っていきましょうか。先生言ってるけど、じゃがいも剥くからね。じゃがいも剥いてください。絶対にじゃがいも剥く。なんでじゃがいも剥く。団長は食べる。いや、多分作れよ。じゃがいも剥くのめっちゃやりたかったんだよ、マリン。ご飯炊けてから、あれ開けた。あ、ご飯炊けてる。開けてない。あ、かき混ぜますか。団長がね、炊いたからご飯、ね、美味しい。団長が炊いたご飯を、イエイ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 、よろしいよろしい。あ、これ設計、あ、これ違うわ。ね、みんな食べ盛りだと思うから5合炊いた。おー、1人1合うん、もういくらでも食べれるね。いや、逆に少ないかなと思ったけど、ほんと、意外とこういう時にね、食運ぶの。あ、指輪、うん、あ、ちなみになんかね、はい、ハッシュタグのコメント見てる感じ、なんかスマホだとプツプツするけど PC だと聞こえますみたいなのあるから、うん、もしね、リスナーさんの中でスマホじゃなくて PC あるよっていう人は PC で見てくれる方がいいかも。お願いいたします。うん、よろしくお願いします。で、一応これね、かなたんの方でも録音してる、うん、あ、そう、録音中なので皆さん安心してください。後で投稿したいと思います。はい、よろしくお願いします。アーカイブがありますので、うん、あれないかな、
あれ。あ、手洗い石鹸？そう。キュキュッと、これしかね。あ、それは違うね。それは、あれ、ボール消毒する。これしかね。違う。これは？それ。それ消毒器だろ。これ、こういうとこにあった方がいいかな。皆さん、あ、ナイスでーす。ナイス。ありがとうございます。これ何？それね、除水器。水、きれいな水。あ、ろ過。飲める水が出るやつ。そうそう。あまりね。はい、しましょう。はいはい。これまな何からしていくか悩むね。そうだね。あ、まずさ、私とマリンで皮を剥く。はい。誰か切る？私。あ、4キロかな。オッケー。じゃあ、ちゃんとマリンで皮を剥いて。はい。あやめ先輩が切って、はい、炒める。オッケー、オッケー。炒めます。じゃがいも4個で足りるかな。じゃがいも4個で足りる？全部やろ。足りる、それしかないの？あれ、4個しかない。ことが買ってきた。ラップないよ。あー、置いてた。後で行こう。ラップいる？ラップいる？ラップいる？ラップいらねえだろ。いらねえか。うん。ないか。え、だってなんでラップいるの？じゃがいもさ、あれかなって。あ、じゃん。チンス。あーあえ、なんでチンしない派だから。ああじゃあ、じゃあ大丈夫だ。オッケーオッケー。あれ、あのあれ。それなにそれなに。包丁？包丁はないの？包丁はなんか。どこにあるか？これ違うな。なんかボールとかあるみんな。何があるのかな？試されているよ。チョコ天帝がね、スペース聞いてるよ。料理がうまいチョコ先生が見守ってくれてるからね。チョコ先生。折れちゃいそう。そう。やっぱさっきのやつ使う？いや、それ。じゃがいもサラミさん。置けばいい。置けばいいかな。なんでも、なんでもいいよ。いいんじゃない？なんでも。なんでもいい。はい。あ、それ子供のやつだ。子供用包丁ですよ。なんかブ。それは指が切らない包丁。うん。切れちゃうこれ。ここに入れるか。ここに入れるか。そんなじゃがいもでさ、そんなこの上で抜いて、このまま行くわ。うんうん。行くぞ。うん、気をつけてね。分かった、気をつける。あ、なんだその声。やめろ。なんかプルプルしてる。気をつけてね。じゃがいもの方が楽しいな。狭いねん、それや、お前。ごめんね。狭い。これ、切ったやつ。あ、なるほど。了解です。入れようかな。こっちの方がね。いや、ちょっと、全く実況できない。実況を待ってる。やっぱ、わちゃわちゃ、わちゃわちゃわちゃってなるよりはね。ね、マリンがじゃがいもを剥いて、はい、クレアが人参を剥いて、バカせまい。あやめ先輩が。
狭いね。玉ねぎを切ってくれてる。はい、切ってます。ありがとうございます。ブレア先輩、剥くの早すぎてそわそわしてる。すげえ、めっちゃ早い。でも人参はこんなもんじゃない？なんかこのさ、人参の皮を炒めてさ、きんぴらにするの美味しいよね。へぇ、意外と美味しいんだね。いや、いいね。あ、なんかもう野菜の美味しい匂いがする。そう。本当だ。なんか、農家の匂いがする。農家してる？美味しそう。してる。土の匂いがする。今ね、ちょっと台所のスペース的に見守り、かなたんと団長でいます。みんなと見守る。よいしょ。ちょっと、安心します。えい。あ、ごめんなさい。ちょっと外しました。はい、定期的にアナウンスなんですけど、はい、PC 版だと途切れないらしいのでもしよければね、ちょっとお手数かけますが、パソコンから見てくれると嬉しいです。なぜスマホで途切れているかわからない。なんかあれ、なんかね、見てる側の人の回線も関係するのかな。やっぱなんかな、たくさんの人が見てくれてるからあるかな。うん、使い切れたね。まあね、スペースのことはあまりわからないからね。え、玉ねぎ切ってる時って泣かないですか？お、なんか大丈夫。え、大丈夫ですか？え、でもね、大丈夫な時と大丈夫じゃない時あるかも。あ、でもある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 。ね、なんか事前に冷やしとくと涙出ないって。あ、そうなの。人参もっと入れる？もっと入れる？なんか入れよ。いや、いらないって、そんなに。本当ね、人参の味になっちゃうの。でもこれしかないんだよ、人参。え、少ない。じゃあもう一本ぐらいはいいんじゃない？もう一本入れるか。もう一本。じゃあ、もう一本入れる。うん。はい。人参嫌いなの？嫌いじゃない。嫌いじゃないけど。カレーにおける人参の比率ってそんなに必要かな？必要だよ。必要だよ。あんまり入れないかも。本当に。別にあってもなくてもいい。気持ち系の話が。ペコラが泣いてるよ今。ペコラが泣いてる。別に人参にそんな。すごいね。みんな手際いいですね。手際がいい。助かるね。このなんだろう、玉ねぎの水分が流れてきて、うん、こっちが泣きそうなんですよ。え、そう。え、そうかな。大丈夫。泣けてきたらちょっと。全然大丈夫やけどな。うん。いいですね。はい、よいしょ。ちょっと一瞬下のさ、パソコンのやつも録音できてるか見てきていい？え、ありがたい。え、人参こんなもんで大丈夫？もっと大きい方がやっぱね。あ、でも私はこういう方が好きなんですけど、もうみんなの好みがいい。あ、でもかなたもちっちゃい方がいいって言って。そう、なんかクソガキが食べれるようなサイズがいい。クソガキ専用だ。やったー。イエーイ。人参。人参味しないぐらいまで煮て。いや、わかる。味しないぐらいがいいよね。いや、そうなんだよな。嫌いじゃないんだよね。好きじゃないってことだよね。なんか甘い、甘くない方がいいよ。そう、そう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 。もう味しない人参がいい。もろ甘いですが、ちょっと苦手かも。好きか嫌いかと言ったら別に好きじゃない。ね、謝れよ、人参に。すいません、人参さん。人参農家。ごめんなさい。人参さん。野菜切ってからお肉お願いしてもいいですか？あ、ナイスです。あー、泣いちゃう。泣きそう。やばい。目にくる目に。その距離でも、でも切ってないよ、玉ねぎ。玉ねぎも切ってないよ。あれ、なんでだろう。切ってないよ。泣けるんだが。大先輩、人参切ってる。今、人参切ってますけど。泣けるわ。なんでだろう。泣けまーす。なんか、はい、つまみ食いしてんな。いや、まだ生野菜なんだ。お前、マジかよ。人参食べな。人参食べれるかな、これ。あ、生人参経験。生人参って美味しいな。生人参経験しましょう。でもさ、野菜スティックとか、ね、うん、美味しいじゃん。あるよね。どう？さすがにつけたかったからね。なんか微妙な表情ですけど。助けて。助けて。やばい。よし、すごい。くしゃくしゃの顔ありがとう。くしゃくしゃになってだけど。なんだっけ、かなたが苦手な。うん。あ、みんな苦手な野菜とかさ、ブロッコリー、かなた苦手じゃなかったっけ？ブロッコリーダメなの？ダメなんだ。美味しいのに。美味しいのに。ま、味がダメなの？味がやだ。生で食べたね。つまみ食いしたら。助けて。まだね、ちょっと、うん、これから美味しくね、なっていくから。美味しくね、調理していきますから。よいしょ。でもなんか噛んでたら美味しい気がしてきた。お。マヒで。甘い甘い。マヒしてきた。成長したね。
え、どうした？いいじゃん、味覚が成長したんですよ。いいね。でもなんかさ、昔食べれなかったけど久しぶりに食べたら、うん、あ、割といけるかもみたいなのある、ね、ある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 。わさびがそれだな。最近やっとわさびがいけるような。あ、すごい。団長までわさびダメなのに。お寿司、お寿司のは嫌だ。なんかお肉に付けるな。わかるわかるわかる。やっぱあやみ先輩と違うことが発覚してる。どうかも、どうかな。なんでだよ。はしご外し、はしごバカやん。結構外しましたね。今日ブラックが多いと思うんだ。あいよ、なぜです。あ、冗談ですよ。冗談ですよ。冗談です。なんでなんで探そう。え、でもちょっとね、今あれ切ってるから、じゃあ他のって思ったんやけど。でも、あれここないかも。なんか深めの鍋がいいよね。あ、本当ですね。すげえ量だ。これが一番具だくさんですね。じゃあ僕はみんなのタグのツイートを見よう。何つぶやくの？ゆっくり休んでください。うんと、質問とかないかね。質問、質問いいね。皆さん質問ありますか？答えるよ、答えるよ。タグのツイートはカレーどうですか？みんな5人で手分けすればカレーなんて一瞬でできるなって。カレーを舐めるんじゃねえ。カレーはそんなすぐにできるじゃないんだよ。でももうね、6割できたから。確かに。そうだね。カレーを確かに確かに切るところが大変だよね。抜いて切る。ほぼカレーだからね、もう。切ったらもうほぼできたみたいな。うん、あ、なんかたまに。カレー以外は作るのかな？玉ねぎがしっかりするもの。あ、でも、あのね、カナタ。人参入っちゃったけど。なんか、隠した方がいいですか？いや、一緒に入れて大丈夫だよ。割と大丈夫だよ、一緒に入れて。大丈夫、大丈夫。この絵だって一緒に入ってる。そう。あのね、玉ねぎじゃない、カレー以外はね、うん、さっき買い出ししたんですけど、うん、あのなんだっけ、ベーコンエッグとか作りたいよっていう。ああ、話を。そうそう、ベーコンエッグ大好き。美味しいよね、ベーコン。美味しい。卵も買ったね。素晴らしい。ソーセージも買いましたよ。買いました。いいね、いいね。美味しい。カナタの用にね、アイスもいっぱい買ったよ。あ、そうだ、アイス。え、見たい見たい。アイスめちゃくちゃ買ったよ。嬉しい。いっぱい買ったからね。やった。買いました。アイス美味しい。いや、楽しいな。楽しい。なんかみんな質問結構来ててさ、うんうん、え、料理みんなうまいですかって来てる。うまくはない。うまいとかじゃない。でもみんななんか普通にできてるけど。手際がいいよね。手際はいい。全員手際いい。団長は？団長はね、昔は作ってたけどね、今はもうもっぱら出前だから、うん、あ、でも、格付けチェックの時にさ、やってくれたのがささっと上手だった。すぐにやってくれて。あれ、焼くだけだったからな。みんなできるっていうことで。そうだね、みんな天才。美味しいカレーができるよ。楽しみだよ。楽しいだな、楽しみだな。いいね。じゃあ、ちょっとマリンが剥き終わったら、うん、ちょっと鍋を軽く洗って。はい、ちょっとなんか強そうな包丁出てきた。でも玉ねぎも終わったからほぼ役目なしかも。あ、あ、いや、もちろんいいかもしれない。ちょっと食べてみてください。包丁特化。あ、全然こっちは。はい。新たな発見。包丁やっぱりいいのの方がいいね。いや、全然違うね。違うね。ストレスが違うね。全然違う。力かけなきゃいけないもんな。マジで違う。あれがうちはずっと100均の包丁使ってたんですよ。うん、あ、全然切れなくて。そうだろうな。で、100均の研ぎ機、包丁研ぎ機の100均のやつを使ったら、何も変わんなくて。なんで全部100均で100均を重ねてる。100均で100均重ねれば200円になるんだよ。100均はね、すごいもんな。でもいろいろあるからね、ついつい買っちゃうよね。わ、うん、かる。でも包丁はやっぱりいい包丁がいいよ。そうですね。切れ味がやっぱり違うから。力でなんとかしてたからね、全部。あ、そっか。
そう、なんかこの前ねおせち会したんだけど、うん、いやカナダ包丁使いやばかったもん。やばくないよ。いやいや、座ってた、立ってたもん包丁が。あ、立ってた。刺さっちゃったよ。刺さっちゃって刺さっちゃった。怖いわ。あ、じゃあちょっとマリンが、うん、はい、チェンジか。チェンジ変わります。チェンジ、チェンジ、はいよ、チェンジ。手だけ最後か表してくれ。あ、全然手上がんない。オッケーよ。塩こそ。あ、目がやべえ、染みる。目が、目が。目が、目が。目が、目が。よいしょ。ありがとうございます。ま、あともう一個。100均を信じすぎ。いや、100均はいいよ。神。便利だからね、100均で10個物買っても1000円よ、みんな。1000円誰かけんで物って。カレー。もうやることなくなったわ。じゃあ、あれだよ、タグ見ておしゃべりして。うん、はい。見せダメよ。何だろう。なんて書いてある？はい。船長、鼻敏感なのかな？あ、でも船長鼻悪いよね。鈍感だよね。鈍感だよね。匂いがほんとしない。匂いは鈍感だよな。今も何の匂いもしないけど、ただただ玉ねぎの刺激だけ受けてる。意外と 目の方がカビになるんじゃないの？鼻じゃなくて。あ、もう横さんの匂いも。目様いいよね。だってさ、玉ねぎを切った、その、ビリウスみたいなのが空気に乗って目に入るから泣くんじゃない？ね、目だよね。なんかなんかやっぱり切りやすいようにちょっと何悩み？あ、肉の切り方？真ん中まず切るじゃない？はいはいはい。ここを切るか、半分にするか。え、三等分にする？なんでもいいっすよ。どうせ肉など縮むしな。そうそう、なんでもいいですよ、全然。何の肉が入ってるかわからなくなってください。どうしようかな。好きにしていいよ。切る担当だから。そう。キルタン、キルタンとってなんかね。あ、半分で良さそうよ、ここからも。殺すタントン。あ、ふふ。悩み先輩に殺された人、キルリーダーや。キルリーダーが誕生しました。今なら包丁持ってるよ。怖い、怖いよ。怖いよ。軽井沢は別荘殺人事件。事件起きてる。ちょっと、もうこんな館嫌だ。俺は帰るぞ。俺は自分の部屋に帰らせてもらうぞ。しかし、もう帰るって言って朝冷たくなってるよ。あ、死ぬやつだ。船長こういう時最初に死ぬやつ。別荘につながる一本の橋が落ちた。落ちる。落ちる。何してるんだろう。まあ、どうせ洗うんだけど。何してんの？まな板汚さないようにしてんの？あー、なるほど。これ聞く。え、でもさ、短い肉があったらさ、え、船長結構逆に、うん、なんか肉、カレールー、ご飯のバランスが最後均等に終われるようにこだわってるから、ちっちゃいのあると微調整聞いて助かる。何言うてんねん。何のこだわりだよ、聞いてないねん。助かるっていう話だから気にしないでください。気にしないでください。オッケー。じゃあ団長をちょっと炒めてくね。おお、なんかいい音してる。うん、なんかじゃあ炒めやす。イエーイ。パチパチ、あ、ラッパーも良かった。パチパチ言ってますよ。あ、いい、焼いてる音する、焼いてる音。ジュージュー言うてる。音拾ってますか？音拾ってるかな。ジュージュー、はい、どうぞ。ジュージュー音拾って、ジュージュー音持ってきます。いや、いいよ、やっぱね、ジュージューしとる音がいい音じゃ。いい匂いする。あ、すごい、たくさんの人が見てくれとるの。そんなのどこに書いてあるの？え、ち、まあ、アイコン見て。あ、アイコンね。アイコン見てだよ。こんなに。ねえ、あ、もうみんなのこと覚えたわ。アイコンで。認知、認知した。怖えんや。怖えんだわ。すごいなぁ。わぁ、おいしそう。はい、おいしそう。来ましたー。お肉だよ。まずは。イエーイ。コメント見た方がいいかなと思って。いや、でも今焼き火乗ってる。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 
先輩どうですか、今日はこのようなね、うん、場にあやる先輩が来るのはちょっと多分ね、みんなびっくりしそう、ね、ちょっと意外ですよね、うん、そうなんですよ、どのような心境で、いや、あの、なんか、うん、なんていうの、人見知りが激しすぎて、うん、こういう場じゃないと、うん、みんなと絡みに行く機会がないんじゃないかって思って、うん、いや、いい機会だし、誘ってもらったし、うん、行きたいと思って、うん、来ました。嬉しい、みんなとの仲を深めたいです。いや、本当に嬉しい。今日は深めるという場にしていきましょう。誘ってよかった。嬉しい、誘ってくれてありがとうございます。みんなめっちゃ喜んでくれて、それがね、もう嬉しい。あやめちゃん、声かわいいってコメント。イエーイ。イエーイ。今、まな板食べます。録音はこの後上がる予定ですよね。うん、上がる予定です。録音はかなたのチャンネルで上がる予定です。他は何かあるかな。あ、お嬢に包丁は絵的に似合う。お嬢も参加してくれてとっても助かる。助かってる。助かってますね。なんか助かってる。かわよがこういう場に来るイメージが一歩前進や。成長だなどなど、新年はね、明けたんでみんなと、うん、高めていきたいです。仲良くね、もっともっと。なんだ、どうした後ろでのえちゃんが。あ、嬉しくて。後ろに叫び出したから。喜びの叫びか。でもさ、ちょっとさ、見てほしいんやけどさ、マジで大丈夫か。じゃあちょっと、あまねさん実況しましょう。どれどれ。玉ねぎなんて溶けて消えるよ。玉ねぎなんて溶けて消えます。大丈夫です。消える消える。美味しそうです。ね、本当にこれをちょっと届けたい。匂いもめっちゃやばい。いや、乾燥です。あ、乾燥？大丈夫？大丈夫かな？大丈夫。写真撮りたいね。ああ、確かに。ちょっと今、あの、携帯、あ、団長も携帯にするフレーズとかありました。あ、乾燥回った。あ、ありがとう。じゃあ、あやめ先輩とも、たまねぎこの絵を撮るんですか？これを全部。もうちょっと痛まってから。あ、来た来た来た。着いた、はい。どうぞどうぞ。え、こんがんでいい？どうしようか。でも、結構具材だけでもうまい。俺ね、大丈夫これね。送ってくれれば、後で加工する。加工で。見てます。トレンドに入ってるって。やったー。いい音ですね。専用作とか書いてなかったという字。うん。あ、専用作ですね。なんか入れる隠し味的なものを入れますか？え、入れたーい。そんな上級じゃん。でもチョコとかないよね。チョコとかそうっすか？ないね。ないはずですね。え、あるの？いや、ない。なんか、鎌田が走り出したぞ。なんかあるんじゃねえ。なんだなんだ、走ってる、走ってる。走ってます。いつまでも食べれるように。おーしかもゴディバじゃん。ゴディバ。ねえ、待って、こんな、このさ、あのカレーの量にさ、こんな2粒入れて味変わるわけねえだろ。変わるわ。隠し味なんだよ。隠しなんだから。鎌田のね、大事なゴディバ。非常食ゴディバね。非常食ゴリラ。まあ、お前を最悪食べれば非常食ゴリラ。ふざけるんじゃねえよ。それだったらのえちゃん牛肉にして、のえちゃん牛肉。それは美味しそうや。でものえちゃん乳牛だからな。肉乳牛。あの、お乳の方の牛だから。ああ、お乳のね。そう。お肉の牛じゃなく。あ、一枚の肉。今みんな。それすごいな、それ、こ
すべきではもしかして失敗作です。今日のカレーは失敗です。あちょっと事件が救出してるよ。なんか何してんのそれ。何してんの。全部具材入れたらとんでもないことになった。ああ。ねえ、一番料理しそうなのに。煮え切ってからか。いいよいいよ。もうお野菜捨てるものないよね。ああ、でも一応置いといたらなんか何かってどうしてるし、ね、うん。ちょっとなんか片付けたいのと思ってこの辺。朝のさ、卵の殻とかも捨てるし。うんうん、これもさ。高いです。入れすぎたらゴディバがシャシャリ出てくるだって。そうだよね。ちょっといい。いい肉さ、ちょっとだからさ、気になる。今日が。さあ、のえちゃんの状況、はい、あまねさん見てきてください。実況お願いします。別じゃない。間違えた。別だ。違う。実況いたします。はい。はい。ただいま。炒めてます。炒めてます。おお、綾山先輩からね、あの三種の神器をいただいて、三種の神器のフライ返し、フライ返しの方が年賀だよってバトンタッチしました。でもめっちゃ美味しそう。そう、美味しそう。いやまだこれまだ野菜食べただけだからね。まだ無限の可能性があるからね。そう、シチューにもなるしね。確かに。そうだね。シチューも美味しいよね。ワンちゃん肉じゃがも頑張ればいい。肉じゃが大好き。白滝がない。おいしそう。いい匂い。ちょっともっとしんなりしたら入れよう。いい色になってきたね。へえ。お腹空いてきたな。よいしょ。いやでもあれだね。なんか逆にさ、いつもカレー作るとか言ってもさ、うん、なんかまあ明日の分とか考えてさ、2、3人分ぐらいは作るけど、なんか5人。何皿 ?12 皿分ぐらい作ってんのか、これ。一応。一ケースね、使うから。こんなにが作ることってないよね。そう考えるとさ、うん、あの大家族のお母さんとかすごいよね。大変だよな。毎日毎日。すごいよ、本当に。母は強い。あー、カレーだー。強いなカレーだー。早く食べてー。お腹すいた。カレーで失敗なんてあるのかって、みんなびっくりしてます。まだ失敗してません。まだ失敗してない。鍋に溢れそうになったけど、これから失敗するみたいに言うんじゃないの。鍋から溢れ出してたけど、うん、今ね、ちゃんとそうなんとかなっている。じゃあコメントに聞こうかな。カレーに入れるもの、変わったカレーに入れるもの、うちだけかもしれないみたいな。あー、聞きたい。例えばケチャップ入れます、うちは、うん、ソースとかね、ありますか。待って、ポテト、じゃがいも落とさないようにね、だって。これは、これ泣き組です。あ、泣き組。あやめ先輩、あやめ先輩、どうやって責任を取るんですか。すいません、代表を持って謝りたいと思います。本当にすいませんでした。そんな謝罪でいいと思ってるんですか。いや、いいと思ってます。そういう声をしてたんですか。いや、すいません、本当に世が悪いです、すべて、はい、ね、世の責任です。はい、本当に泣き組が、すいません、泣き組に言われてますよ。はい、はい、私はお嬢ですよって言ってますね。これはもう謝罪会見だな。いや、私さっきソース入れるよねとか言ったじゃん。ソースねってすごい抑えたの。抑えたの。ドレベルじゃねえか。抑えてたのよ。あ、ドレベル、ね、言わないようにしたら、泣き気分言っちゃったね。言っちゃってましたね。似たもの同士だな。似たもの同士。ね、その場冷えちゃうから抑えずな。ちょっとこう、綾山先輩は、ダジャレが好き。やめて。やだ。ダジャレで交流を使う。ソースはソースねっていうのもメモしたかな。ね、使っていこう。いや、ほんとにやだ。カレーに入れる変わったものですが、インスタントコーヒーを入れる方なのよ。めっちゃうまいんだって、それ。プロがいる。ラミー水でカレーを作るといいですね。なるほどね。美味しくなりそうですね。確かに。なるほど。あ、とんかつソースという人もいますね。あ、コーラ入れるって人もいますよ。炭酸ってね、なんかお肉とか柔らかくなるとか言うよね。ヨーグルト入れるだって。あ、ヨーグルトか。
意外とどれも美味しそう。味噌入れるって味噌。ああ味噌聞いたことある。結構主張強そうだけど、ね、気になるな。どうなんでしょうね。でもカレーの味に負けてコクが残りそう。カレーに勝るものなかなかないこの世に。確かに。だってカレー食べた後にずっとカレーじゃなくてなんか。ずっと歯磨きしてもカレーの前で、ね、残りが感じる。しんなりしてきた。あいいね。あああ。いい感じになってきたよ。あー美味しそう。焦げないように。うんうん。お肉入れた方がいい。オッケー。お肉入れますか。入れましょう。おお。冷蔵庫前のマスク。人参、じゃがいも、玉ねぎ。へえ。これクルル総長の。あれやばい攻撃そうだ。スカハウ。スカハウ。アクドルスが。お肉投入でーす。投入でーす。イエーイ。お肉だー。抜けるかな。なんかいつも抜けてこの量だったら解けないかな。ちょっとこれで解く。おいしそう。でもなんか結局は煮込んじゃうから、ね、そんなに炒めなくて弱すぎるだろ。こんなに凍ってるのにサンドしてくるから弱すぎるだろ。花弱い、ね、このあたり一面なんか炒めた野菜のね、匂いしますけど、ラベンダーの匂いしなくてさ、ラベンダーこうやって鼻近づけて2回ピッチとかスルーって言ったらラベンダーのかけらの鼻に。おかしいよその鼻。取り替えろ鼻を。取り替え。眠いね、眠いね、寝ようかって言ったら寝ようか。いいよ寝ても。最初にみんな。まず最初先に寝ようぜ。絶対12時間寝るやつだよね。12時間明日の朝起きてくれるから毎週まで起きるやつ。これってちょっと遅れてる。あーでもそんなにない。でもね、自転車初めてなんで自転車したことない。不安になってきた。鍋は結構じゃあ開けるか。だから、うんまあ、BGM かかんないんだねって、うん、あそうだね、うん、マリンがちょっと歌って BGM になってって言ったらあのアホ歌ってくれたんだけど、あ今そうだったんだ。それを全然見てるドエルの顔がいや何の歌だろうって今真剣に考えてたよ。そうそう、目のビュー歌おうか。何しようって練習中、レッドワット準備しよう。飛行機場で焦る言わんけど曲ありでしょ。くるくまるまるまんちょって、そうやって成長する子です。いいかな。ずっと続けちゃう。覚えてくれてた。そう覚えてますよ。覚えてますよ。ちょっとマリの一瞬あやかったね。なんかあやかったね。普通にリードしてたもん今。いやいやそれはマリ食べれないんじゃないの？食べる。本当？なんか中心。お悩み部分で。あげないと。奪い取る。それが怪物。ああ美味しそう。うるせえな。なんか言ってる。なんか言ってんな。褒めてほしいね。褒めてほしい。ハモってたね。すごい。褒
めてくれたら二割増し。もうハモれないぞ。おお、あ、なんか一匹。あ、すいません。一匹。一匹。入れちゃえ入れちゃえ。炒まれば。大丈夫だ。三秒ルール。何秒かわからない。大丈夫、五六秒ルール。伸びた。ずいぶん取り残された。え、みんなお腹空いてるのか、食べたのかな、みんなは。ペコペコ。どうなんだろう。え、リスナーさんは食べたの、ご飯。みんな食べたの。コメントチェックしまーす。はい。店長、さっきおにぎり食べたよ。食べてたね。何でも食べてたわ。全員食べてたよ。カナダ、実はな、こいつら全員おにぎり食べてんだわ。食べてない。あれ、なんかでもおやつ食べてましたよね。なんだっけ、ジャムクッキーみたいなの食べてた。ジャムクッキー、美味しかったね。チーズも食べてましたよね。食べた。おにぎりは食べてない。でも、おやつも食べてましたよね。え、でも、店長全部フルコース食べてましたね。店長はいいんですよ。なんで、ね、一番最初なかったんだから、ね、もうお腹いっぱいで食べてない。店長いっぱい食べるって言ったって。え、マリンが言ったの。何、やめて。あー、びっくりした。変なもの入れるで。マリンはさ、あの、イチゴを食べれるって言ったから5号炊いたんだよ。あ、食べるよ。店長カレーの時はイチゴ食べるから、マジで。マジ一番食べなかりなね、今これ食べたらさ、そんな変わんねえだろ、それ。変わんねえよ。今クッキーが出てきたけど、これ食べたら、クッキー入らなくなっちゃうよ。食べようとしたけど、やめた方がいいかな。フリア食べる？もう一個。いらないの？いらないの？いらないの？カナダ食べる？食べる。これ私が一回口に入れたけど。ダメだろ、ダメ。自分で食べろ。大丈夫、ちょっとつけただけだから。ダメです。今日もマリーのきついね。うん。まあね。安心した。うん。ちょ、あれ？どっち？うん。なんか洗い物が出たそばから洗いたくてしょうがない。いいじゃん、助かるわ。店長二度と何もしねえから、あとよろしく。でもじゃがいもを剥いてくれるのすごいありがたい。ありがたい。ありがたかった。え、でもね。誰もじゃがいもだけ一番やりたくない。え、店長皮剥くの好きだよ。楽しいやん、皮を剥くって。じゃがいも以外は好き。でもじゃがいもが一番食べるのは好きなんだよ。結構ね、いい感じ。いい匂いが。あとはあれかな、リコリコの。あ、こんにちは。お水入れる？お水？お水1400。1400。そう、半々。700の水？だって船長は何もしないからね。面白いコメントあった。スマホが熱すぎるから、スマホが熱すぎるから冷蔵庫にぶち込んで聞いてますだって。どういうこと？二度と帰ってこなくなる。200ドルぐらいだな。うん、400ドル。1リットル欲しいです。お前1リットルね、こっちですね。マリン船長っていう洗い物があるよ、フータンだって。あ、カレーのね、ギトギト皿洗ってもらいましょうか。誰がギトギト皿や。おい、なんでギトギト。カレーのね。あ、カレーのね。カレー？カレーのギトギト。それってマリンがカレーしてるってこと？そういうこと。そういうこと。カレー言ってねえよ。自意識が何もだ。水入れてる。いいよ、働けマリンって書いてある今。確かにそれはそうだ。これは無視してと。市長はもうたっぷり働いたから、うん、いやすごいね。そう、ちなみにね、回線安定しなくてプツプツと音が途切れるって。そこの君、今スマホで聞いてないかい？パソコンで聞くとちょっと安定するよ。何者だよお前。何者やねん。そこの君。そこの君じゃないよ。
カレーのルー実況、はい、あまねさんどうぞカレーのルー実況、はい、なに、ね、ルーさんまだだった、うん、まだか、15分もだった、え、そんな時間までしてない、なんかしようじゃん、なんか火を止めてからルー入れるって書いてるから、じゃあちょっと煮込みましょう、向こうでまったりします、しますか、蓋とかないのかしら、蒸発したい、あ、確かに蓋したい、最悪アルミホイルやな、うわっ、ケツでけぇ、シリズムしたいのする、シリズムしたいの、後で安全面に関わる、そうだね、みんなが心配しちゃう、シリズムなんてして大丈夫、殺してしまうかも、死者が出るかもしれない、腕相撲もさ、死者出す可能性ある、僕嘘だ、僕が死者出す可能性ある、みんな帰ってきて、みんなまだカレー作ってる、ほんと、あの、みかん、何だろう、実況に戻りましょう、戻りましょう、はい、もう51分やん、早い、なんかさ、秒で終わるって言ったの誰？カレーなんてって、カレーなんて5人で作れば秒で終わるって言ったの、それ、リスナーだよそれ、おい、働いてないの、おいおい、何、働いてないって言った、今働いてないのが1名いますか、ね、働きます、働いてないですね、じゃがいも4個も剥いただろうが確かにじゃがいもの顔抜きはね、しょうがない、許すか、しましたね、じゃあどうする、このロスタイムを、あ、じゃあ次もうさ、あとはルーは入れて、うん、だから次はもう本放送でお会いすることにしますか、準備期間とかあると思うから、うん、この煮込んでる間かなたんとかは、うん、ね、あのパソコンの設定やったりとか、うん、でも設定バッチリできましたよ、見た、もう完璧だったよねさす、さすかまた、え、どうすんの、じゃあどうしようか、食べるところから再開するってこと、うん、にする、どうすんの、にする、あまねさんが決めなよ、そうだね、リーダー、そうだね、軽井沢リーダー、ちょうど食べるところがいいよね、うん、下で配信開始ができるタイミング、そうだね、みんなもいいよ、そうだね、みんな完成待ちとか、ちょうど9時ちょっと過ぎくらいにも配信が始められると思います、うん、そうだね、まあいろいろよそったりうんぬんして、うん、15分後だから、うん、でも中途半端、でも9時半だと遅いかな、どうなんじゃ、どうだろうね、意外とでもなんかご飯寄せたり、みんなのバババってしたらあれかな、うん、そのぐらいがいいかね、9時半くらいにしよっか、いいじゃん、うん、じゃあだいたい9時半くらいでお願いします、皆さんちょっと予定は未定でね、たくさんずれると思いますが、はい、そうだね、まあ自由だ、そう、今日は のんびりゆるゆるだもんね、のんびりゆるゆるいきましょう、はい、はい、イエーイ、また適当だ、イエーイ、あ、いやいやいや、いいんですよ、いいんですよ、いいんです、カレーを見ときます何か一言お願いします、この件について、いや、カレーいい感じになります、カレーいい感じです、カレーいい感じです、じゃあ皆さん、また後で、うん、ちょっと後でお会いしましょう、バイバイ、バイバイ。